予定の時間となりましたので、リネットジャパングループ2024年9月期第2四半期決算説明会を開催いたします。冒頭、社長の黒田よりご挨拶させていただきます。リネットジャパングループ代表の黒田です。本日はお忙しいところ決算の説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。 それでは2024年9月期、第2四半期のです、ね、決算についてご説明をさせていただきますえ最初、約30分ほど私の方うでご説明させていただいた後です、ね、その後皆さんの方からのご質問にお答えをさせていただこうというふうには思っておりますので、よろしくお願いしますそれでは説明に移らせていただきますが、資料を,資料を共有しますので、少々お待ちください。 それででは市長よろししくお願いいいたまますす、はいえー、第二四半期のです、ね、決算サマリーでございます、えー、売上高、えー、半期で,です、ね、第2四半期で58億1300万、えー、前年同期比プラス10億8400万、えー、経常利益がマイナス6億5800万、えー、前年同期比でマイナス7億3600万と。 いうことでですね、まあ、今回、えー、非常に大きな赤字を計上しまして、えー、株主、それからあの投資家の皆さんにはですね大変あのご心配をおかけしておりまして誠に申し訳ございません、えー、この大きな赤字の主な要因なんですけれども、えー、カンボジアの不正以外による影響ということともう1つは、えー、ソーシャルケア事業ですね。 こちらの方が今、ビジネスモデルの転換をしている、まあ、過渡期的な影響が出ておるというふうな、この,この2点がですね主な赤字の要因になっております。でまあ、リユース・リサイクル事業は今、ですね回復基調に入っているということで、堅調に推移をしておりますで。ソーシャルケア事業の方がですね、 アニスピシャ、加盟店の開拓の抑制影響により、下落をしておるということと、と、まあ、いうところですね、まあアニス、アニスピシャっていうのは、ですね、えーまあ、フランチャイズの会社でですね収益についても、まあ、これまで、現在もそうですけれども、新規のですね加盟店さんが、まあ、初期の加盟量、現れますけれども、こちらの初期の加盟量がですね非常に大きな収益の。 ウイトを占めていいたというとうころになりますでこれをです、ねまあ、今後、えー、直営のです、ね、ストック型の収益に切り替えていこうというふうにしているんですけれども、まあ、カトキーで,です、ねまあ、あの加盟店の開拓の報告費なんていうのも少しこう抑制した影響もあってです、ね、この当初の計画よりもです、ね、加盟店開拓が少し上機の方でです、ね、前半で遅れちゃったと。 いうこのことでまあ、大きくこの部分がマイナスになったということになっています。まあ、下期については回復基調にはなっています。また、あの直営につきましては、あの医療的ケアもそうですし。しえー、中度から重度の方向けのですねえ。こちらの方のグループホームえ、こちらはですね。一頭建てればけあの着実に利益が出ていくものですからましっかりです。とですね。 これから伸ばしていきたいというふうに考えています。で、カンボジアで不正の融資の被害を我々は受けたわけですけれども、この処理につきましてはです、ね、消却の影響は第1クォーターで完了をしております。調査費用の当初の予定したよりも、監査、ホームの費用が拡大をしていたり、あとはこの調査の期間ですね、マイクロファイナンスの新規営業。 回収活動も停滞したというふうなことで、えー、貸し倒れ引き壁画的も予備的な措置ですけれども、まあ、こういったことをです、ね、大幅に計上したということもありまして、大きな赤字になってしまいました。2> えー、第2四半期のお決算の概要ですけれども、えー、開示セグメントですね、まあ、従来のところから、あの今期からですけれども、 リユース・リサイクル事業のセグメント、それから、えー、ソーシャルケアの事業のセグメント、それとその他というふうに分けております。えー、連結ですけれども、売上げが58億1300万、経常利益がマイナス6億5800万ということ、<laughs> からあのリユース・リサイクルの方がですが、ね、売上三38億の経常利益3億6300万ということで、 あの前年度、ですね東京都の法人改修ということで、東京都からのえ補助金といいますか <laughs>、実証事業みたいな形でやった、この部分がですね少しマイナスのように見えますけれども、基本的にはリのース、リサイクル、堅調に推移をしております。から、ソーシャルケア事業の方がですね売上高12億8300万、経常利益が3億8000万のマイナスと。 からまあその他で売上高7億2900万、経常利益が2億800万のマイナスということになっています。えー、連結の損益計算書がこちらのご覧のとおりになっています。えー、経常営業利益マイナス7億1500万、経常利益マイナス6億5800万、当、え、期、ー、の純利益がマイナス9億5400万という結果になっています。 連結の貸借対照表ですけれども、今期が総資産がですね、136億5,100万ということで、対前年よりもマイナス11億3,300万マイナスとなっています。自己資本比率の方が7.9%ということでマイナスというふうになっています。 すません売上高の増減要因なんですけれども、<laughs> ソーシャルケアの方でです、ね、アニスピーの方が連結でフルに効いてきたということもありまして、こちらの方がプラス11億2800万と、大きくプラスになっています。形状利益の増減要因ですけれども、リユースリサイクルのところがマイナス2億3600万と。 いうことでまあ、おおむね,ですねこちらの方は想定ないということになっています。からソーシャルケアの方がマイナス3億7600、ね、万ということで、まあ、この部分が、えー、マイナスということに大きかったということになります。えー、各事業の状況ですけれども、えー、リユースの方が売上高26億2700万、前年同期比が101.8%というふうに、堅調に推移をしています。 リュースのほうもです、ね、コロナの間は巣ごもり需要ということで大きく伸びたんですけれども、コロナが終わったあともです、ね、その水準を売り上げの方が維持できているということで、堅調に推移をしています。 それからリサイクル事業が売上高11億7300万、前年同期89%ということで、前年大きく下回っているように見えるんですけれども、先ほど言いましたように、東京都の法人改修のプロジェクト、これがスポットの需要でしたんで、これがなくなった分で,で、前年同期を終わっているように見えますけれども、堅調に推移をしています。 そうですね、こちらもリユースと同様に、ですね、コロナの時にコスゴモリ需要で大きく伸びたんですけれども、コロナが終わってからも、ですね、高水準というものを維持ができているというふうなのが足元の状況です。からソーシャルケアの方が、売上高が12億1600万、前年等期で1375%ということで、あのアニスピがですね、フルで連結で効いてきたということもありまして、大きく伸びております。 外国人材の方ですけども、売上高が6600万から前年度比94.1%ということになっています。通期の見通しです。通期の見通しがですね、売上高120億円ということで、こちらの方はですね、業績予想でいうとマイナス10億円ということになっています。営業利益がマイナス7億5000万。 経常利益がマイナス7億2000万ということで、ともにです、ね、約11億ほど業績予想ですね、機種の方からマイナスになっているというふうな状況になります。で、あの当期の純利益に関して、まあ、未定というふうにさせていただいてますけれども、あの金融事業のエグジットについてはです、ね、今、鋭意取り組んでいるところですけれども、現時点においてはです、ね、まだ 未確定というふうになっておりますんで、この時点ではですね合理的見積もりがなかなか難しいということで、未定とさせていただいてますけれども、確定し第いですね、こちらのほうも発表をさせていただきたいというふうに思っています。通期の業績予想のポイント、こちらのほうに書かせていただいているとおりになります。 通期の予想ですけれども、連結で売上高120億、計上利益がマイナス7億2000万、リユース・リサイクルの方が売上高80億500万、計上利益が9億円、からソーシャルケアの方が売上高がです、ね、30億600万、計上利益がマイナス2億3400万、その他の方が12億7000万の売上に、計上利益がマイナス4億4000万ということになっています。 通期の売上高の増減要因、こちらはソーシャルケアの方が先ほど来お話しで言とおり、連結で振りに聞いたということで、かなり大きくプラスになっています。経常利益の方ですけども、リユースリサイクルの方がです、ね、マイナス1億1800万、ソーシャルケアの方がマイナス2億5700万、えー、という感じですね。こんな形が、えー、マイナスの要因になっております。えー、カンボジアの えー、このトラブルに関してですけれども、えー、不正調査の費用がですね、えー、こちらがですね、機、ま、種、あ、を考えた時おりもかなり上回っておりまして、2億500万、えー、調査費用がかかっております。でまたですね 不正被害によってですね、操業停止をですねしておりましたんで、こちらの方のですね、の貸し倒れ引当金の繰り入れというふうな影響で、こちらが1億6000万、影響がございました。通期業績については、先ほどお話しした通りですけれども、未定とさせていただいています。今後の成長戦略です。 えーまあ、今、われわれ大きな赤字を出して、ですねあの本当に投資家の皆様にもご心配をおかけしておりますけれども、まあ、これ、なんとか我々あの今期中にですね、えー、いろんな懸案をすべてクリアをした上でで、すね、えー、来期はピンチの後にチャンスありということで、えー、攻めのモードに切り替えていきたいというふうに思っておりますけれども、まあ、こちらの戦略については、従来お話ししている通り、 ES 戦略と ES モデルというふうなことで E は環境ということで小型家電のリサイクル事業それから S の方はソサイエティということで障害福祉のソーシャルケア事業この2つがですね大きく我々の会社のグループ全体の成長のドライバーになっていくというふうに考えていますソーシャルケア事業ですね 少し足元過渡期のですね、えー、ということもあって、マイナスということになっておりますけれども、あの来期以降、ですね直営で出していく部分、この部分が着実に積み上がってまいります。えー、そういったところで、ですね、えー、営業利益30%以上というふうな、高収益なんですねストック型収益のですねグループホームを、えー、方針に変わりなくですね、えー、積み上げていきたいと。 いいう,うに思っています、えー、こちらのですね、えーまあ、本来であれば、ですねこの中間のところで、えー、このソーシャルケアの方の中期的なですね事業計画というふうなこともご説明をさせていただこうというふうには思っておったんですけども、少し足元、こういう形になりまして、ですね、えー、来期の投資なんかもですね変わらずやっていきたいと思ってますけれども、えー、少しまだですね、えー、未確定のところもありますので、えー、こちらもですね、 えー、ある程度、中期の計画が立てられた時点で、ですね、えー、ご説明の方もさせていただきたいなと、発表の方もさせていただきたいなというふうに思っておりますけれども、あのソーシャル経営事業、ちょっと足元、今期はあの、うん、赤字になっておりますけれども、あの来期以降、ですね、まあ、今期のこの下期から黒字になってるんですけれども、えー、来期以降、ですね着実にこれ、えー、積み上がっていくというふうに思っています。 それから、小型家電のリサイクル事業をですね、こちらの方なんかも今、小中学校を中心に今、営業をかけておりましてですね、われわれ、小型家電リサイクルの強みっていうのは、全国の自治体さんとのです、ね、リサイクルのネットワーク、700の自治体、人口でいうと9000万人の約です、ね、エリアとはです、ね、自治体さんと協定結んで、自治体のリサイクルのネットワークを作り上げたのが強みなんですけれども、 これを次はですね、全国の小中学校、3万校、全国にありますけれども、ここでですねリサイクル運動をですねしっかり展開をしていって、さらにですね回収台数を大きく伸ばしていきたいというふうにも思っています。この ES 戦略ですね、こちらのほう、来期以降、ですねしっかり取り組んで、そして反転攻勢に出たいというふうに思っております。 えー、そとは言いながらも、ですねこの目の前の今期の業績、特に下期のところですね、えー、しっかり黒字転換をさせて、そして皆様にご安心いただけるように、ですねしっかり第3クォーター、第4クォーター、あのご説明できるように、ですね全社、えー、一丸となって取り組んでまいりたいというふうに思っておりますはい、えー、私の方からの説明は以上となります。 皆様からのです、ね、ご質問の方にお答えをこれからさせていただきたいというふうに思います。はい、えー、一つ目が、ですね、えー、ソーシャルケア事業について、えー、3クォーターから黒字化へとありますが、えー、根拠に乏しい説明資料かと思われます、えー。説明を詳細にお願いしますということですね。はい、えー、こちらの方ですね。 あの今,今,今今期についてはですね、従来の収益構造のフランチャイズの初期のこの加盟量、こちらにですね収益をかなりまだ依存している状態になっています。これはですね、今、のこの営業がえと前半、上期、ちょっとつまずいたんですけども、足元戻りつつありますんで、そういったところで,で、営業の収益、フランチャイズの営業の収益が、 えー、少し上期よりは上がっていくということですね。それからどうしてもです、ね、直営を出していくっていうときにですねあの、オープンしてから2、3ヶ月ぐらいあれば、順調にいけば満床になるんで,です、ね、黒字になるんですけども、やはり新しい施設をオープンにするっていうと、そのオープンの4、5ヶ月ぐらい前からですね、スタッフの採用というものを進めていきますので。 人件費がですねあのその分先行投資になってくるというような構造になっています。で今期はあのその部分がですね全体の収益が落ちている中で、えー、その先行投資でどんどんこう拠点を出してオープンしていくというと、今期だけのこのスポットの収益でいうと、えー、かなり、えー、のコスト的に重くなっちゃうということもありまして、あの当初立ててた出店の 計画よりは、ですね少し今期については抑制した出店計画にしており,おります。まあ、こういったところもですねあの経費が、えー、抑えれるというふうな要因になっておりますであので、ソーシャルケア事業の方ほですね、あの,前期あの,上期のようなです、ね、状況にはならないというふうには思っております。ちなみにですね直営の方これから、えー、これも以前の IR でもご説明しましたけれども、 医療的ケアの施設、これを出そうということで、計画をしておりました。で、一方ですね、今、アニスピーホールディングがこれまで1700棟を展開してきたのは、 障害の軽い方、軽度の方ですね、これを主にターゲットにして、フランチャイズで展開をしておったんですけれども、今後、直営については、ですね、軽度の方よりも、ですね、より中度から重度の方、こういう少し障害の少し重めのですね、方向けのです、ね、グループホームを今後、展開をしていこうというふうには思っています。であの 医療的ケアの方は IR でも説明しましたけれども、1、ま、等、あ、立てば、ですね、医療報酬と障害福祉の報酬がこのダブルで入ってくる形ですので、まあ、営業利益が4、5000万ぐらい出るというふうな計画なんですけれども、まあ、一方で、あの医療的ケアの,この連携というのは、少しやはりあ,のある程度の経験値、ノウハウを積んでいく必要もあるということもありますので。 今、その辺もあの医療的ケアのところも出しますけれども、えー、従来からやっております b ハックの屋号でやってます、えー、これはまあ中度の方が主なんですけれども、この b ハックの方をですね、よりウエイトをそちらの方にシフトする形で、ですねよりスピーディーに立ち上げていけるようにというふうに、若干ですねあの直営を力を入れていくことにも変わりないですし、より 中度の方、重度の方に重点を置くということは変わりはありませんけれども、BHAC のこの業態の方にですね、よりこちらに力を入れていく形でスピーディーに展開していきたいというふうに思っています。ちなみに BHAC の場合は、ですね1棟でですね営業利益で3000万から、まあ、うまくこう運営すると3500万ぐらい、まああの、医療的ケアに比べると少し収益性は落ちますが、まあ、それでもですね、 1>, 1棟建てば20室ですけども営業利益で3000万以上は出るということになっていますのでこれをですねスピーディーに展開していきたいというふうに思っています。個々の,の拠点のです、ね、収益性というものはこれはもうあまりこう満室になればですねそんなに狂いはなくてですねこれはあの国の報酬でやっているビジネスですので満床になればですねそのあたりの収益性というものは ほほぼほぼ計画通りににななっていいくととうことになっていますですね、まあ、立ち上げのスピード、それから満ン,ンになるまでのスピード、まあ、こういったところがですね、よりこう我々の中でもしっかり体制をレベルアップしていってですね、スピーディーに立ち上げるようにしていきたいというふうに思ってますけれども、えー、繰り返しになりますけれども、個々の拠点のです、ね、収益性というものは、ほぼほぼ変わらないビジネスモデルになりますんで、このあたりの、まあ、ちょっと初期の 立ち上げの投資とかですね、まあこういったものが重ねてるというふうにご理解をいただけたらなというふうに思ってます。ええー、それからカンボジアの撤退ですけれども、今期中にしたいというふうにやったが、まあある程度お見込みはありますかというご質問いただいています。そうですね、まあ今ちょっとこれ交渉中のところもありますので、あまりこう詳細のコメントは。 えー、控えさせていただきたいですけれども、あの我々とあに十分ですね、今期中にメドが立てれるというふうにも思っております、えー、しっかりと取り組んで、ですねいい発表があのなるべく早くできるように頑張りたいと思います。えー、これはパソコンのリサイクルの方ですね、えー、ギガ構想を取り込めた場合は、どのぐらいの売上と利益が増えるなどの目安があったら教えてくださいと。 小中学校に2月、えー、スクールのパソコンということで、1人1台ですね、全国で900万台、えー、安倍首相の時に導入されましたけれども、まあ、これが1回目の、えー、入れ替えが、えー、今年以降ですね、2 0 2 0年から始まり、2025年、2026年がこう、この2年がピークなんですけれども、一気にこの900万台が、えー、入れ替わるという特需がございます。 まあこれについて、これ,これからですね、まだあの営業といいますか、あのそのスタートは、入れ替えはまだスタートしてないんですけれども、もうあの近々ですね、そういうふうな大きなビジネスチャンスがスタートするということで、今、我々もいろいろ準備をしているところになります。まあ、我々自治体で言いますと、700の自治体と協定を結んで、人口が9000万人のエリアと。 1>, まあ1億2千万人の人口の中の9千万人のエリアの自治体さんとは協定を結ばせていただいていますけれども、さすがにあの8割、9割のシェアというのはなかなか難しいかもしれないんですけれども、まあ、あの我々そのぐらいの自治体のカバーを、シェアを持っていますので、あの大きなシェアをです、ね、取れるように頑張っていきたいというふうには思っています。えー それから、えー、医療的ケア対応型のグループホームについてということで、こちらも1棟6500万円あたりの営業利益ということで、ご質問いただいてますけども、そうですね、医療的ケア、フルに稼働すると、このぐらいの利益あるんですが、えー、少しあのノウハウの蓄積も必要なというふうなところもありますでであので、ペースは徐々に上げていくと。 その分、BHAC の方でで、すね、まあ、こちらが繰り返しになりますけども、営業利益3000万から3500万の業態で、こちらの方をより頭数多くスピーディーに出していくという方向に、ちょっと微修正はしたいと思いますけれども、えー、重度の方向けの直営をどんどん出していくということには変わりませんし、まあ、これについては、えー、決してです、ね、この中レッドオーシャンでこうシェアを取り合うとかっていう、そういう業態ではないんでですね。 えーえー、障害者の方がいらっしゃるエリアに、ですね、えー、そこにグループホームがまだまだ足りないと、全国的に言うとまだまだ足りないんですので、まあ、こういったところにしっかりと施設を建てて、えーえー、部屋といいますか、お住まいを提供していくと、まあ、これをもう着実に積み上げていけば、えー、数字はその通りに、えー、その上がっていくと、こういう業態になりますんで、あのしっかりとですね。 農業他社とかなんとかということではなくてですね、まれわの方がしっかりとそういったものを積み上げていくというふうに思っています。もともと我々われもあのソーシャルケアではないですけども、リユース、リサイクルなんかもですね、インターネットを通じたビジネスをしておりますけども、我々の最大の一番の売りというのは、このバックヤードを含めた物流センターのこの精緻な オペレーション、まあ、トヨタ生産方式なんかを導入した精緻なオペレーション、あのこういったですねオペレーション精緻に積み上げていくというのが、あの我々の会社の強みというふうに思ってまして、まあ、私自身の経営者としての強みでもあるというふうに思っております。まあ、これをですね物流センターではないですけれども、このソーシャルケアのですね多拠点の体制、これのしっかりとしたオペレーション、 ですね、こういったものを着実に、かつスピーディーに、これから、えー、そのノウハウなんかも使いながらです、ね、立ち上げていきたいというふうに思っています、えー、不正を受けて5条との契約に影響はないでしょうかということで、まあ、このあたりですね、えー、ちょっとコメントはあのちょっと深く今できないですけれども、あのこれも含めてです、ね、交渉を継続をしております。 資金繰りが不安ですが、今後、株の発行による増資を考えていますでしょうかというふうなことですね、まだ確定事項はありませんけれども、少し自己資本比率も下がっておるというふうなこともありますんで、必要であれば、そういった手当もすることもありえるかもしれませんけれども、現時点においては何か確定していることがあるということはございません。 ソーシャルケア事業の人件費が高騰している、採用が困難で不足していると思いますが、うまく採用できているのでしょうかというふうなことで、そうですね、われわれ看護師等々の採用はです、ね、順調にこう来ておるんですけれども、少し先ほど言いましたように、あの拠点をどんどん出していくと、目先のです、ね、足元の人件費が上がってしまうということもあるんで、少し抑制気味にやっておりますけれども。 あの採用ができないんでオープンできないとかですね、あのそういうことはなくですねあの、採用はオープンに間に合う形でできておりますので、えそちらのほうはご安心いただけたらなというふうに思います。えー、リサイクルのご質問ですね、えー、3000万台のうち何パーセントが記者取り分うんうんとして目指されてますか。えー っていうようよなご質問ですね,そうですね我々があの市場の規模でお話ししている3000万台というのは、あのご家庭に眠っているパソコンがです、ね、日本中であの約半数の家庭にいらないパソコンが眠っているという経済産業省の統計データがありまして、えーまあ、そこからあの我々の方が、えー、推測するとです、ね、試算すると、ね、3000万台ぐらいが家に眠っているというふうに思っています。まあこれを今 年間、我々 B2C 型で100万台ペースで掘り起こしていると。3000万台ですから、100万台ずつ回収しているだけじゃ、全く家の中のストックされているものは解消しないんですけれども、これをよりもっとペースを上げていこうというお話で3000万台というお話をしています。3000万台というのは、家庭の中に、日本の家庭の中に眠っている潜在的な。 あの体像パソコンの台数になりますで一方でギガスクールの方は小中学校で今あの生徒さんたちが使ってるパソコンでこれが900万台というところですねまあ,あの気持ちとしては、えー、シェア半分ぐらいの500万台ぐらいは取りたいとは思ってますけれども、まあ、この辺りまだあの具体的な商談が始まっているわけではないんでですねあの気持ちとしては あの自治体の我々協定結んでるシェアグレーは取っていきたいというふうには思ってますけれども、まあ、この辺りもですねあの受注の状況とかっていうのはあの商談が始まってくればですねあのクォーターごとに決算の中でもですね進捗営業の進捗状況ということでも。まあま ご説明をさせていただきたいというふうに思ってますけれども、業界の中ではかなりわれわれ先行して、ですね営業をかけていっているということがありますんであので、手応えは感じているというふうに思っています、えー。グループホームの人材募集を見ていると、新規開設が当初予定よりも徐々に遅れているようですが、カンボジアのエグジットを待っているのでしょうかと。 そうですねあの先ほどお話しした通りあのこり、ペース早く出していっちゃうと、足元の今期の,あのコストがですかさんでしまうということで、あの実際、人材募集の求人広告なんか見ていただいてるんだと思うんですけども、あの求人もかけておるんですけれども、少しですね解説のペースをあの来期に送ってる拠点なんかもあったりして、ちょっと抑制気味にしてみます。 カンボジアのファイナンス事業は不祥事は別として、経常ベースでは黒字は確保できるのでしょうか、えー、返済能力の乏しい方への融資というイメージを持ちます。えー、また、エグジットの遅れている理由は、カンボジア政府、銀行の許可が原因なのか、工場との契約上の話がネックになっているのでしょうか。 説明できる範囲でお願いしますということで、まあ、チャムロンはですねもともとコロナの前はですね非常に有料なマイクロバイナンス、ね、経常利益でいうと2億ぐらい、えー、利益が出ておりました。えーまあ、これがまあ少しかあのコロナの影響なんかもあって、ですね、まあ、コロナの方が終わりましたけれども、カンボジアの特に農村地帯なんかではですね少し経済的には市況として、経済環境として、えー、コロナの影響が今でもですね、 経済環境としてはマイナスの影響がちょっと出ておるということがあるので、まあ、そういう意味では少し業績のところはですね、えー、少しスローダウンしているというのが状況ではありますけれども、しっかり立て直すことは十分可能だというふうには思っています。はいえー リサイクルは堅調という説明でしたけれども、スケールアップするには回収したパソコンをばらす設備への投資が必要かと思いますが、今後の投資計画を話せる範囲で教えてくださいということで、そうですね、あの1、2年前の IR の,このご説明の中では、新しいリサイクルセンターの立ち上げで投資をするということのご説明をさせていただきました。現在はですねあの 今の我々の既存の施設をですね、まあ、あのこれ、トヨタ生産方式のこう改善なんかをですね、えー、顧問なんかも入れまして改善した結果、キャパがですね、1.5倍ぐらいに現状のですね、施設でも増えたということがありまして、今,今はですね、このキャパの中でこなしていけるかなというふうに思っています。一方ですね、 このギガのパソコンなんかで特需がもし入ってきたときにはです、ね、これの自前のリサイクルのセンターだけでは追いつかないというふうには思ってますんで、こういった部分はいろいろ提携ですね、業界の中でも、他社でもこうやられている会社さん、データ消去を含めてやられている会社さんありますんで、こういったところに委託していくということも含めて考えています。 あのですね、あのなんかこう、リサイクルセンターをですね、大きな投資をするということは、あの以前のご説明したところから少し変わってです、ね、投資は今のところはしていないと、計画はないということで、ご理解いただけたらと思いますソーシャルケア事業の立地の土地代、それから建物代、昨今、高騰していると思いますが、利益率の悪化などの影響はありますかと。 いうことでまあ、確かに、えー、建築資材等々ですね、えー、上がっておりますであので、そのあたりというものは、ね、少しこうコストもかさんできているところはあります。まあ、この部分、うんと、焼却の期間というのは結構長いものですから、まあ、な鳴らすとです、ね、期間損益ということでいうとあの、そこまで大きなインパクトはあのないんですけれども、あのこういった要因というのは確かにあるのはあります。 ただもともと b ハックそれからリビットっというのは営業利益率が非常に高い業態ですので、そういったものも十分こなした上であで、高収益を出していけるというふうに思っています。 共通の経費が大きく、社としての黒字化が困難な構造に見えるのですが、コストの削減策は検討していますかということですけれども、そうですね、今、この辺あの、幹部人材を含めた人材の採用なんかも増やしたというような影響もあります。このあたりもです、ね、まあ、コストでこの共通経費を増やした分、よりこうスケールさせていくと。 いうふうなことで、来期以降ですね、それに見合う規模にですね、拡大を成長させていくということで、カバーをしていきたいというふうに思いますけれども、まあ、一方で、攻めに転じているときっていうのは、コスト管理が甘くなってしまうという傾向もありますので、まあ、こういったところはですね、えー、地道なコスト削減なんかもですねしっかり積み上げていきたいなというふうに思っています。 いう風なビジネスからスタートした会社でですね。一、まあ、冊、百円、二百円の本を販売して、えー、利益を上げていくと。まあ、こういうことで、我々やってきてますので、まあ、コストはもともと非常にシビアな会社なんですね。まあ、こういったところなんかもですね。しっかりと伸ばすだけではなくてですね。このコストの抑制をしていくというところもですね。あの合わせて取り組んでいきたいな、というふうには思っています。 えー、重度の障害者の施設を増やすのは1棟建てるのに、えー、人件費、建物の建設費がかなりかかると思われます、えー。純資産が10億程度と財務がかなり厳しいと感じますが、来期施設をどんどん増やすとなると、今の時点では資金が足りるのか不心配ですが、今の財務で可能なのでしょうかと。そうですね。あのこの辺りこう、攻めに転じるにあたって必要であれば、 えーまあ、ファイナンス、いろんな手立てがありますけれども、まあ、エクイティであったり、それからまあデッド、まあ、こういったものを組み合わせとか、は、ま、たまた、えー、そういうふうな資金を出して、えー、ファンドさんなんかと組んでいくということで、ですね一気にスケールしていくという、まあ、いくつか方法はあるというふうには思っています。まあ、今のままでですね 財務のところがこれ以上こう、えー、負担が重くなってしまうということは、これは避けなきゃいけないというふうに思ってますんで、あの財務的にもより、えー、保守的な安全なです、ね、手を打ちながら、そして大きくスケールさせていくと、逆に言うとやっぱりスケールさせていくためには、非常に大きな資金投資が必要になってきますんで、あのそういったです、ねえー、ファンドであったり、そういううなところと組んでいくというふうなことも必要なんではないかなと。 というふうにも、社内では検討しておりますけれども、まあ、このあたり、何かこう決まっていることがあるわけではないので、まあ、今後です、ね、しっかりとあの財務体質なんかにも目配りしつつです、ねえー、攻めに転じていきたいというふうには思っています。えー、本の購入、これリユースの方のご質問ですね。 ユースの方のサブスクを実施していましたが、社内的な評価を教えてくださいということで、そうですね、あのこのサブスクのモデルもですねあの着実に今、会員の方が伸びてきています。えーまあ、これまさにストック型の,あのサブスクモデルなんですけれども、これをですね今、えー、どちらかというと、ネットオフの既存の会員さん向けにですねご案内をしているというところなんですけれども。 あのサブスクの内容をお話しすると、あのタダボ本という名前で、えー、月,月額の会費を、ねえー、315円からコースによってちょっとあの値段が違いますけれども、ベーシックプランというのは円あ330円かあの,円の、えー、プランですけれども、こちらで入っていただくと、えー、1冊の100円110円のです、ね、本はです、ねえー、無料で、えー、購入といいますか。えー えー、購入していただけると、まあ、こういうサービスなんですね。まあ、これ非常にあの我々のあの常連さんのリピあのコアなあのお客さんにとっては結構嬉しいサービスということで非常にこ反響が良くてあの積み上がってきています。でこれをですね今あの社内のあの、えー、ネットオフの既存の会員さん向けのに主に訴求をしていますけども、まあ、これからはですね、えー、少し 外部のです、ね、ネットオフで今ご利用いただいてない新しいお客さん向けにもよりプロモーションを強化をしていきたいというふうに思っています。今やり始めているのが V ポイントですね。もともと我々 T ポイント CCC さんと提携している時代もありましてネットオフのサイトの中には。 T ポイントが使えるようにとか貯まるようにはなってるんですけども、まあ、今後 V ポイントに変わってパワーアップされますんで、この V ポイントのお持ちのユーザーに対して、我々のただ本、これ今世の中にこのただ本みたいなサービスっていうのはないですから、こういったものをしっかり訴求することでですね、あの会員の増やすペースを増やしていきたいというふうに思っています。T ポ T ポポイインントト昔のは つたやさんのレンタルの会員さんなんか非常に多くてですね、まあ、そういったあの従来つたやさんなんかを使われたお客さんっていうのはあのビデオレンタルだけではなくて、えー、本 CD ゲーム DVD、まあ、こういったものもですね購入される傾向が高いですから、まあ、こういったお客さんにですね ボぼンというものを V ポイントキャンペーンということで、積極的に展開することでですねもう少しペースアップをしていきたいというふうに思ってますけれども、まあ、今、順調にですね会員の方は積み上がってきているというふうな状況です。えー、フランチャイズの収入の中心が、加盟時の収入とのことですが、えー、フランチャイズの契約形態を見直すお考えはありますかと。 いうことですね。そうですね、あの本来、えー、フランチャイズ、あのロイヤリティ収入であったり、ですね、本部から加盟店に提供するこの資材であったりとか、いろんなもの、こういったものは本来、もう少し取り込める余地ってのはあるんですね。あの一番は例えば、食材費ですね、えー。グループホームというのは、朝食と夕食の一日二食を出しますので、えー、これなんかの食材費なんていうのは、それぞれの加盟店さん、 えー、1700棟うこれが満床になれば、えーえー、障害者の方、今でも5000人以上はいらっしゃいますので、仮に5000人とした場合でも、1日2食っていうのはあの、このアニスピのこのチェーンだけでも、1日1万食は出てるんですね。まあ、こういった食材費なんかもです、ね、本来であれば本部から供給、提供することで,で、すね、えー、我々本部の収益というものもかなりプラスになるんですけども、まだそこ,ういうところがやれていないとかですね。 えー、まだまだあのそういったところでロイヤリティ収入以外のものを積み上げる余地というのはあるというふうに思ってますので、まあ、このあたりもです、ね、今後です、ね、もう少し、えー、FC のロイヤリティ継続的な初期の加盟量だけではなくてです、ね、継続的に入ってくる、こういったものも、えー、より収益増やしていきたいなというふうには思っています。 はい、えー、いただいたご質問を、えー、今のところすべてお答えした形でございますけれども、他にまだ時間ありますので、他にもしご質問あれば、なんなりと聞いていただければと思いますけれども、他にございますでしょうか。 えー、不正会計で、えー、対応で大変かと思います、えー。アニスピの藤田社長との会食頻度など、えー、打ち合わせなどに影響なかったですかということで、そうですね、あの藤田さんとはあの毎週、週1回、えー、ミーティングですね、アニスピ社でですね一緒にミーティングを毎週やっています。また、月に1回はですね、えー、藤田さんともですね、えー 会食に飲みに行くというふうなことでですね、コミュニケーションはしっかり取れておりますんで、えーはいあの、2人ですね、タッグ組んで、しっかりと、えーえー、前進していきたいなというふうには思っています。 えー、第3クォーターからソーシャルケア事業が黒字化する詳細を教えてくださいということで、そうですね、あの第3クォーターからソーシャルケア事業黒字になる一番はやっぱり、あのフランチャイズの加盟開発のところが、紙、まあ、期よりは復調してくるというふうなところが、えー、大きいかなというふうには思っています。まあ、あとは 少し出店なんかも新規のところをちょっと抑制してですね、コストをうまくコントロールしていったってですね、黒字化をさせたいというふうには思っています。それから今回の質疑も、あのログミーではあの書き起こしがあのあのさせていただきますんで、あの前半あの、えー、聞けなかった部分はそちらの方でですね、また確認いただけたらなと思います。 えー、社長、元気ですかと、想定外の不正対応で気持ち折れてないといいですかということで、あのいろいろご心配いただきまして、ありがとうございます。あの極めてですね、私、あの元気で <laughs> やっておりまして、まあ、今、どちらかというと、今、燃えているというふうなところで、まあ、目の前、ちょっといろいろ大変なことはありますけれども、これを乗り越えれば、本当にビッグチャンスが、えー、リサイクル、それから障害福祉のところで待っているというふうに、えー、私、本当に思っておりまして、まあ、そういう意味では、 緊張感は少しありますけれどもむしろそちらの方なんかをいつも考えたりするときはむしろあのワクワクしているというふうなことなんで、まあ、そういう意味でも何としてもこの目の前の課題を乗り切ってそして次の大きなチャンスにつなげていくんだと、まあ、よく社内で特にリサイクルのところなんていうのは我々まあ創業からですね24年目になりますけども。 創業以来の最大のビジネスチャンス、目の前に来たぞという話、まあ、最近、社内でもしてるんですけれども、まあ、そのぐらいです、ねえー、リサイクルのところですね、大きなビジネスチャンスが来てるというふうに思ってます。また、ソーシャルケア事業も先ほどのお話ししているとおり、これはもうしっかりと積み上げていけばです、ね、利益は間違いなくこの計算できるというところになりますんで、まあ、そういったところはもう大の得意だと。 えーえー、本当に古本でですね年間2200万点、われわれ買取するんですけども、この1冊100円、200円の本を販売して、そして10円、20円の利益を積み上げていくと、まあ、これで創業来、売上がが30億、40億、そして利益で3億、4億というものを、まあ、10円、20円を積み重ねてでわれわれやってきたと。 いうことがありますんで、まあ、こういった地道に積み上げる努力というのは本当に我々まあ、私自身もですね得意とするところでございますのでまさにこのソーシャルケア事業というのはマーケット環境とかですねマーケティングとか、えー、その競合相手がとこういうことは関係なくまさにもう自分とのこうマラソンみたいなもんですね自分がこういかにこう走りきっていくか、えー、っていう努力していけるかとこういうことになりますので。 まさにこれは、われわれの得意とするところで、しっかりとです、ね、積み上げていき、着実に積み上げていきたいなというふうには思っています。えー、いろいろあのご心配をおかけしまして、えーえー、すいません、あのえー、今,あの今お話ししたとおり、えー、元気100倍で、まさにあの今、燃えているということでございますんで、ご安心いただけたらなというふうには思います。 それから介護人材の不足が心配ですが、カンボジアの人材派遣事業から介護人材を受け入れることは検討していますかということで、そうですね、今あの、障害福祉のところの現場なんかでも、えー、なかなか人手が足りないという状況は、業界全体にです、ね、共通した課題になっていますので、まあ、こういったところのシナジー、我々の外国人のところの、えー、ところで,で,す、ね、で、これから送り出しを グループの中の指導人ということで出していきたいというふうに思っています。え今ですね、カンボジアだけではなくてインドネシア、それからミャンマーの方でですね、介護とか福祉の人材の送り出しに力を入れ始めています。えすでにこうミャンマーからもですね、このアニスピーをでやっているこの現場の方に何人かですね、えミャンマーの福祉の人材なんかが入る予定に今なってますんで、あのこういうこともやり始めております。 えー、落ち着いたら株価対策をお願いします。えー、既存の株主もき、えー、厳しい思いを共有していますということで、そうですね、まあ、本当にあの今、既存の株主様には大変あのいろいろ株価のことでもですね、えーえー、申し訳ないなというふうに思っています。あのこの復調した暁にはですね、株価対策なんかもですね、 えー、あらゆるまあ、IR はもちろんですけれどもそれ以外の株価対策なんかもあのしっかり打っていきたいというふうに考えています、えー、しばらくですね少しあの、うん、我慢いただくことになりますけれども、えー、今期でなんとか、えー、切り抜けても来期には反転して株価の方もですね、えー、反転させていきたいなというふうには思っています。 株価の下落がありうる,る増資はなるべくしてほしくありません。ぜひ発行株数が希薄化しないような資金調達をしていただくきたくお願いいたしますということで、そうですね、あのこういうご意見、最も,もだというふうに思いますんであので、このあたりもですね、まあ、いろんな今、スキームがありますんであので、こういったことも一つですね。 ご意見、えー、しっかりと聞きながら、えー、対策を打っていきたいなというふうに思っています。はい、えー、以上、あの質問を全て答えさせていただきました、えー。時間の方が残り少なくなってきましたけれども、もし最後、あと1、2問あればお答えできるかなと思いますけれども、もしあれば、えー、お願いします。 はい、えー、特に内容ですの、ね、で、はい、えー、本当にきょうはです、ね、あのあの参加いただきまして、誠にありがとうございました。えー、なんとか今期にです、ね、もうこの課題を今期中にもう決着つけて、そしてこれまでずっと応援していただいてきている株主様に、ですね、まあ、今度こそもう来期こそですね、来期以降、ですね、しっかりお応えしていけるように頑張っていきたいというふうに思いますので、あの引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。どううもありがとうございました。